お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこちがくとも。お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこちがくとも。ディディッディッディッディディッドーン。はい、皆さんこんばんは、テレフォンショッキング的インスタライブがくとも、ようこそね。この T シャツですよ、すごくないフィデスね。えあの小林輝さんのフィデスっていう服のブランドですけどもね、すごくない？ディズニーとコラボの T シャツ出すってなかなかじゃない？なかなかよ、ミッキーマウスよ、フィデス×ミッキーマウスよ。だってどうなんだろうねこれ。俺もその凄さがめちゃくちゃすごいなっていうのはわかるけど、やっぱりアパレル系がそんなにその知識がないから、うん、ミッキーガクトね、ミッキーガクトどうも。あれなんだけど、その、インスタライブで言ったら、なんだろう、トム・クルーズと俺がインスタライブするような感じなのかな。あ、いやいや、まあ普通に、あ、ミッキーマウスとインスタライブするような感じのか。っていう、あれだよね、凄さがあるよね、こんなもん。しかもだって、まあ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 、俺はね意外とやっぱ似合ってると思うんだ、こういうのね。5月30日かな、5月30日にあの発売開始になるんですけども、おそらくねすぐ売り切れちゃうから、すぐ買ってください皆さん。オンラインショッピングの方は11時からかで、店頭販売が12時からっていうことなんで、ぜひ、まあ、欲しい方は早めに買ってほしいなと思うんですけども。え、そうでしょ、だって実際インスタライブでトム・クルーズとかとやるようなもんでしょ、このコラボって。コラボだもん。でこんなこと言うとね、あれだわ、うん、今日のゲストが出にくくなっちゃうからあれだけど、今日のゲストも可能性秘めてますよ。トム・クルーズのようになる可能性だって若いから、まだ可能性しかないから。まあただこんなこと言うと出にくくなるな。よし行こう。俺 L、 これで L です。身長175センチ。行こう。おー、なんちょっと今、えらい雰囲気出して入ってきたじゃん。いやいや、入ってないですよ。何今のなんかちょっと、なんなの。え、すごい。家コンクリート打ちっぱなし。そうっすね。めちゃくちゃかっこいい家住んでんじゃねえかよ。あるな。俺、憧れよ、コンクリート打ちっぱなしの家に住むの。まあでも、ちっちゃいんで。だけど、まあ、週の年ですね、でかいコンクリート打ちっぱなしの家住まれても嫌だわ、俺は。そうっすね。いやいや、紹介させてもらいます。小川浩輝からの紹介です。レッソ大阪ゴールキーパー、茂木柊です。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう、この画面越しでも、もう、でかさが伝わってくるわ。でかいですよね。だいぶでかい。何が映ってんの、後ろ。あ。え？あ、そこあれにしてんの。そうっす、そうっす。いやいやいや、どんだけおしゃれなんだよ。いや、おしゃれだっていう情報は入ってんのよ。それこそ松田陸、はいはい、松田陸から、マジでおしゃれに、まあおしゃれにこだわってるし、あとはめっちゃ格好つけてるっていう。じゃあもうやめましょう、やめましょう。だってね、もうかっこいいじゃん、だっていいじゃん、いいじゃん、で成功してるよ、そのかっこよさは。たまに間違った方向に行くかっこつけるからあれだけど。はい。うん。いや、まあまあ、ちょっと辿ってこうと思うけど、小川浩輝とは、もう、ゴリッゴリの地元一緒なんでしょ。はい、マンション一緒で。すごいよな。はい、生まれた、まあ、1個上なんですけど、向こう。うん。で、それでもうずっと一緒ですね、そっから。小中高一緒で、まあ、プロは違うんですけど。もうずーっと何憧れの存在みたいな感じだったの、兄貴は。いや、憧れの存在ではないですけど、もう本当お兄ちゃんみたいな感じですね。あ、憧れの存在ではないんだ。ないっすね。超ナルシストなんで、あいつ。いやだな、昨日そんな感じだったし、みんな言ってたけど、なんかブレないよね、
後期は。そうっすね。まあ、そこはあるっすね。え、あの、見習ってるとことかないの？後期の。見習ってるところは、まあ、なんかまあ、女の子の口説き方とか。おい、おい、ぶっこんできたな、おい、ぶっこんできたな、ね。どうやって、後期ったのにどうやって女の子口説くの？ちなみに俺は、行きつけのバーがあって、はい、そこでいつものって言ったら、白湯が出てくるシステムになってんの。はいはい。で、白湯、俺は白湯飲んで、女の子は普通のお酒飲んで、俺は酔わないけど、女の子は酔うっていうのが、俺の必勝パターン。何の話してんの？何必勝パターンって。何な、なんか、その、庵野光輝独特の。あ、なんか。なんか俺が小川幸喜だ。いや、そう、誰も落ちんだろ、それじゃあ。なんか、あれっすね。行きつけのバーみたいのがあって。もう一緒かい。うんうんうん。で、なんか、出てくるのが、自分だけジャスミン茶なんですよ。一緒やないかい。俺とやり口一緒やないかい、お前。クソ野郎のやり口やないか、そんなもん。はい、そういう感じでやってるらしい。そこは見習ってんだ。ジャスミンちゃん見習ってんだ。ジャスミンちゃん見習ってんすね、はい。そうだね。はい、アスリートだからね、やっぱりね。ああ、いや、で、だって、登校まで一緒だし、はい、なんか、小学校の時は野球だったんでしょ？はい、野球やってました。しかも関東選抜とかまで行ってたんでしょ？ああ、そうです。はい。ピッチャー？いや、ピッチャーとかもいろいろやってたんですよ。まあ、いろいろ。まあ、外野っすね、ほぼ。あ、外、え、身長は高かったの、当時から。当時で、まあ、160センチぐらいですね。小6で。でかいな。え、まあ、中学校からめっちゃ伸びたっすね。あー、え、もともとはだから、プロ野球選手になりたかったの？いや、え、なんか別に、まあ、サッカー選手にもなろうっていうか、なれるレベルじゃなかったんで、そもそも。え、もともとはどこやってたの、小学校の時は。え、小学校の時は やってないっす。え、サッカー？はい。え、やってないの？はい。え、で、だから野球一筋やってたでしょ、要は。そうです、そうです。はい。で、え、中学校からサッカー？でも、はい、でかいから、とりあえずまあ、野球と似てるし、キーパーだったらいいかみたいな感じですね。やべえ、もうお前の意見、何の参考にもならんわ、お前。え、ちょっと待って、野球はなんでサッカーにしたの？野球から。ちょっと肩壊しちゃって。ねえ、プロ野球選手か、お前は。本当に。結構本当なんですよ、これ。あ、肩壊したの、小学校で。はい。ガッチガチでやってたってことね、じゃあ。はい。で、もうそこは、野球はもう肩壊れたら無理だってことで、サッカーに転向ってこと？そうっすね、なんかそのサッカーは小学校の頃、なんだ、スクールみたいな。サッカークラブに入ってなくて、その週に1回だけスクールみたいなのが入ってて、うん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 、そのスクールが、なんだ、そのままジュニアユースがあって、うん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 、そのジュニアユースキーパーだったら、もう俺めっちゃ下手だったんですけど、キーパーだったら入れてあげるよって言われたんで、もうそこならそれでいっかみたいな感じで入ったっすね。え、で、キーパーもそれでやり始めたんだ、要は。はい、そこで。うわ、そう、すごいな。え、いつから頭角を現したの？頭角が現れてないんですけど、全然。え、現れてないの？本当に高校3年生の時まで全然一回も試合出たこともなかったですし。え、嘘だろ。はい。で、高3の時もまあ試合に出たり出なかった。まあ、で、最終的には出てたんですけど。え、だって高校じゃん。はい。登校じゃどうやって行ったの？登校は登校はまあ急にどうした？まあ半分、まあ、まあ、コネみたいな感じじゃないですか。なるほどね。なるほど。あんまり大きな声で言えないやつな。はい。まあまあ、けどそれでも、え、だから特待とかそういうことではないってこと？まあ、スポーツ推薦ですけど、まあ、うん、一応なんか、その県の時、まあ、なんだかんだ、まあ、結構、結果残せたんで、うん、うん。それでまあ、うん、一応まあ、練習参加をこぎつけて、うん。こぎつけて。まあ、中学校のその、チームのコーチと、その東高の監督が、プロ時代の同級生で、うん、同じチームだったんで、それでまあ、うん、まあ、なんかうまく入れたっすね。
なるほどな。え、だってさ、ちょっとなんか俺ウィキペディアの情報があまりにも少なかったから、はい、違うので見たら投稿入った時リフティングなんか全然できなかったって書いてあったけど本当なの？多分いまだに100回できるわかんないです。じゃあこの期間にさ、プロの選手がみんなリフティングチャレンジみたいのをしてたら見て、うわ、くっそうまいなとか思ってた？絶対やらんと思いました。夢あるな、100回もできなくて高校入って今でもできない、できるか分かんないっていうのは、はい、それは夢与えれるわ。そうっすね、うん、そこにある意味夢あるっすね。あるある、リフティングできなくてもプロになれるんだっていう、はい、まあまあまあゴールキーパーだからということもあるかもしれないけど。そうですね、はい。でさ、プロはだけどそんな感じでプロよういけたなって思うんだけど、はい、なんだそれ、セレッソからオファーが来たの？まあ、それもまあたまたまのタイミングがあって、もう一人これと同期のジェファーソンっていう、うんうん、タベナス・ジェファーソンっていう選手がいるんですけど、うんうん、その人のことを見に来た試合があって、その試合たまたま僕が調子良くて、うん、でなんか大きいキーパーがいるなっていうことで、うん、なんか一回練習参加みたいな感じで行って、うん、でまあそこで調子良くてっていう感じですね。うわ、じゃあ本番に強いんだ。そうですね、それ本当に。まあだからそのさ、実際見に来たキーパーの子は、あ、キーパーじゃなくてそれはフィールドの子なんですよ。あ、そういうことね。フィールドの子を見に来てキーパーがかかったんだ。そういうことですね。え、でプロの練習行った時どうだったの？あ、これプロ俺やれるなと思ったの？いや、もう全くやれると思わなくて。え、けど調子良かったでしょ？いや、なんかスポーツテストみたいのがあって。え、そのプロにそんなスポーツ？まあなんかキーパーなんかそのアンダー、セレッソアンダー23なんで、そういうなんか将来的なものも、うん、今その完成されてなくてもっていう将来的なものを見てくれる感じなんで、うん、なるほど。 50m の速さだったりジャンプ力だったり、そういうなんだ、体力測定的なものをやったらサッカーはできないけど運動能力が高いっていうことを見出してくれて。だけど身長はね、だけど伸びないもんね、そんなに言ったらね、うん、身長の割に動けるなっていうことで、うん、この後、まあ、もしかしたらうまくいくんじゃないかっていうので、まあ、セレッソが取ってくれますね。うわ、すごいな、セレッソ。え、だって練習参加した時なんてそれこそスーパーキーパーいたわけでしょ？そうですね、はい。そういうの見てさ、その一応オファーもらったけど、その時の自信のなさで、いや俺入ってやっていけるのかなとか、大学進学しようかなとか思わなかった？いや、もう俺逆にもうプロだぜみたいな感じ。逆にちょ調子のプロだぜ、逆に。もうその辺はけど小川光輝のメンタリティ継いでんじゃないの、そこは。そうですね、完全にそっち系ですね、うん、絶対そうだよ。いや、それでさ、セレッソに入って、はい、そのまあまあその J1 で試合は出れないわけじゃん、やっぱり。はい、全く出れないですね。それはもう、なんだろう、自分の中でな受け入れれたの最初出れない。あ、ただアンダー23っていうのがあって、うんうん、それこそ J3 で、まあ、その分試合に出れる、うんうんうん、環境があったんで、まあ、それでも1年目、うん、その J3 の中でも5試合しか出れなくて、うんうんうん、で、まあ、だんだん、まあ、出れるようになってきたんで、うんうん、まあ、J3 っていう環境があったのは良かったですね。ああ、なるほど。しかもだって、アンダー20も、あれでしょ、なんか話によると、1回呼ばれて、その1回でそのままワールドカップ行ったんでしょ。どういうこと、それ。なんなん？いや、もうそれも本当にもう、なんだ。まあ、運っていうか、運頼みだな、おい。まあ、なんか、うん、まあ、その1回も、まあ、その J3 出てたんで、1回呼んでみようかっていうので、うん、呼んでくれて、うん、で、まあ、最終選考的には、多分そのメンバー的には入ってなかったと思うんですけど、うん、大阪が、まあ、とりあえずコパに行って、1人、穴が浮いて、うんうん、で、2番手の昴生、谷昴生っていうキーパーが、うん、肩を脱臼しちゃって、でもうそのなんか階段みたいな感じでもうなんか入ったっすね。
いやいやすごいけど運、運はもうものすごく大事だから、それこそあのナイティナインの矢部さん言うじゃん。はいはい、矢部さんに俺一回芸能界でそうやって成功するためには何が必要ですかって聞いたら、はい、運って言ったからすぐに、はい、そういう意味ではそういう星の元に生まれてんのかもしれないな。そうですね、なんとかその、そういう感じですね。いつ見放せるかわかんないですけど。え、で、やっぱりそのさ、それこそね、松田陸が、まあ、一回呼ばれたぐらいだから、もうあの、自ら盛り上げ役に徹してったっていうふうに聞いたんだけど、アンダーに。ああ、まあ、そうですね、完全にそのワールドカップ期間も。うん。まあ、一番年上だったっていうのもあって、うんうんうん、まあ、そこはまあ一番大事な、そのまあ、呼ばれた役割的にまあ、そっちのまあ役割なのかなっていう風なのもあったんで。いや、偉いよね。だって年上でそれをできるって、やっぱり、その州のなんだろう、そこはまあ、ちゃんとそれを考えてやったか、それとももう元々そういうキャラが好きなのかはちょっと俺わかんないけど。はい。そこは何、自分の中で判断して、まあ、まあ試合に、まあ、まあ結局ワールドカップ行ったら、まあ自分がどういう立ち位置かっていうのは分かる、まあ試合に出るか出ないかぐらい分かるじゃないですか。うんうんうん、まあ絶対まあそこでまあ2番手っていう風な感じになっちゃってたので、うんうん、まあそこでまああんまりふてくされてるよりはまあちょっとまあチーム、まあ結構みんないいやつが全員いいやつだったんで、うんうん、そもそも楽しかったんですけど、うんうん、そこでまあまあ盛り上げ略の方が、まあ、チームがテンション上がるかなと思ったんで。おお、いやいや、偉いな、そんな、なんか普通その若さで言ったら、俺、それこそ小川航基なんてさ、俺使えよみたいな感じだったかって言ってたから、まあ、キーパーなんて特殊っすよね、そこは。あ、もう、まあ、フィールドは、まあ、もしかしたら出れるっていうあれがあるじゃないですか、中継があるとか、うんうんうん、途中出場とか、キーパーっていうのはもう絶対その試合の中では、大会期間中絶対変わらないじゃないですか。まあほぼ変わんないな。はい。それこそ俺がプロに入った時は一番差を感じ、お前なんかあれだな、俺、あなたプロだったんですかみたいな顔で見てんな俺。ああ、しますしますします。ああ、よかったよかった、はい、入った時なんかは一番差を感じたのは、俺フォワードでもともと入ったから、はい、やっぱ俺キーパーのセービング能力って俺プロ入って一番すげえなって思ったの。その高校とプロってことですか？俺は大学から行ったんだけど、はい、いや、それめちゃめちゃ思いますね。やっぱ思うよな。思います思います。ちょっと次元が違うよな、キーパーだけ、はい、それどうなの？今でも感じてんの、やっぱその辺の差はどう？いや、まあ慣れっていうのもありますけど、うんうん、まあ、やっぱりそのジンヒョンさんとかと比べてみると、うん、もうどうなってんだろうっていう、どうやって止めるんだろうっていう、だからもう見て学ぶしかないですよね、本当に。ああ、どんな感じなの、見てて。やっぱ人種と何が違う？まあだからサイズ的にはあんまり変わんないんですけど、うんうん、ただ動きの速さ的にも別にそんな負けてる気はしないんですけど、なんかスムーズだから、うん、シャープ、動きがめちゃめちゃシャープ、無駄がない、無駄がないっていうのが本当一番ありますね。あ、まあ、ジンヒョンもそうだし、俺キムスンギも神戸のチームで試合よく見てて、はい、なんかもうさ、動きが動物とか猫というかさ、はい、なんかすごいよね、はい、一歩とか飛ぶタイミングとかしなやかさとか、はい、まあ日本人とちょっと韓国人と違いますよね、そこ筋肉、うん、そう、違うんだよね、確かに、はい、けどそこ近づかないといけないし、やっぱりその要は J1 で出ないといけないじゃん、試合に。はい。それに対してなんか自分のストロングポイントとかは何なの？スピードっすね、本当に。あ、なるほど。あ、そこ自信あるっていいよな。はい、はい、そこぐらいですかね。あ、そこぐらい。いいね、いいね、いいね。いやいや、けどやっぱりその俺はキーパーっていう、何人かインスタライブ出てくれてるんだけど、キーパーが、はい、それこそ林明宏とか、はい、やっぱりちょっと特殊なポジションすぎて、はい、考え方もフィールドと全然違うから、
違いますね。うん、ね、すんげえ面白いなと思うけど、そこに要はもう高卒で入ってってまさにジンヒョンという、まあ、絶対的な存在がいる中やっぱトライしてるっていうのがシンプルにすげえなと思うし、はい、なんか気持ち的にはやっぱりジンヒョンを超えてやろうと思ってやってるんだろうけど、はい、そこの差っていうのはやっぱ感じながらやってるんだ。しっかりそれは感じますね。まあ絶対超えなきゃいけない存在だし、うん、それはセレッソのため、うん、まあそのずっとジンヨンがさんが出てるのは、うん、まあ良くないこと、良くないことっていうか、うんうん、いやそう良くないことよ、うん、はい、まあだから俺らがもう少しどんどんなんか、うん、それを脅かさない存在にならないと、うん、いけないなって。まあ今セレッソは若返りがキーパーはもう全員若いんで、なんでまあそこはまあその若手の目標っていうか、まあ課題でもありますよ、ね。あのさ攻撃陣もそれこそさ、まあトップチームは柿谷とかそういうスター選手いるけど、やっぱ見てたらすげえなと思いながら見てるの。いやすごい、まあすごいなと思いますけど。うんうんうん。まあすごいなと思ってますね。え、徳田健は絡んだことある？あ、もちろんもちろん。徳田健はどうなの？あいつ、俺ね、徳田健に垂れ込みないかっつったら、なんかここだけの話とか言って振ってきて、身長が高いとか、ここだけの話とか言って、腰痛持ちとか。あなんか そんなあいつそんな垂れ込みしか してこないからさ、まあ、まあはい、どうなの。徳さんは完全にまあなんかもう超周りを見てくれる感じですね、本当に。え、そうなの。え、後輩から嫌われてない、あいつ大丈夫。そのなんかなんだろう、昔のどのチームにいた、札幌とかの時は分かんないですけど、ヴィッセルとかのもうセレッソでは本当なんだろう、もうな、俺が言うのもあれですけど、本当欠かせない存在ですね、もうキャラ的にも。え、そうなの。はい。え、ビスケルの時は後輩に死ぬほど嫌われてたよ。いや、なんかそういうのもまあちょっと聞いてるっすけど、なんか昔はすごかったみたいな。けど確かに本人もセレッソに行って、自分が要は一番年上になって、はい、すげえ感じたっていうか、そういうことの大切さを。はい、だから本当にもうめちゃめちゃ気遣ってくれるのもそうですし、なんかアドバイスとかめちゃめちゃしてくれるんで。え、ご飯は連れてってもらったことあるの。あります、あります。あ、あんの。はい、おごってくれた。もちろん。おー、あいつ意外としっかりやってんな。じゃあ、いや、徳さんめちゃめちゃ俺が言う必要はないですけど。なるほどね。じゃあまあまあそういう先輩との関係もよくやって、まあ、セレッソ良さそうだもんね。セレッソは本当そこはめちゃめちゃいいっすね、その上位関係っていうか、うん、なんかわかる、見てたらわかる、はい、トクラもすんごいセレッソ楽しそうだもん。はい、まあそこのワイワイさっていうか、まあそんな、うん、そこまでその上位関係がないので。なるほどね。まあいいチーム行ったな、じゃあそういう意味では。そのトップチームもあるし、アンダー23もあったっていうのはすごい助かったというか、ありがたかったな。そこありがたいですね、本当に。はい。え、だからもう A 契約にはなったの。 A 契約ではないですね。あ、まだ違うんだ。はい、やっぱ J3 だと規約があれか、ちょっと違うんなんないですね。まあ、はい、あ、なるほど。まあまあ、けどそこは一つの目標としてあれだよね、はい、やったらね。確かに。で、はい、でね、今日はそれこそね、タレコミ結構面白いの入ってて。それが言っちゃうの、昨日小川くんから結構インスタライブあなたなんかの残ってたから見たら、なんかバンバン知ってますねとか、なんか調子乗ってたんだ、あいつ。それこそ小川幸喜なんてね、あいつあんな感じなのにもう10個ぐらい食べ込みくれて。はい、本当大丈夫かな、本当に。一個一個言ってこうか、とりあえず。まあまあ、これはみんな言ってた。それこそね、石上直哉とかって、カレー屋さん。はいはい。で、多分会ったことあると思うんだけど。ありました、ありました。はい。で、もう、やっぱ食べる量が半端じゃないと。それこそその時のカレー屋だったら、炊飯器半分ぐらいのご飯でカレー食ってたっつって。いや、もう本当それはまあ、
まあそうですね、めっちゃ食いますね。そうでって言ってて、でまあそれは言ってたんだけど、あとはね、足の匂いが独特それ小川光輝や、絶対絶対小川光輝そうだ、小川光輝も足の匂い独特なんだ。はい、お互い独特っすね、はい、お互い独特ってなんか嗅ぎ合ってる感があるからちょっと気持ち悪いけど、大丈夫か、お互いじゃ独特なんだで、なんかね、ツイッターのハーフな〇〇とかいうのが、はいはい、面白かったとか言ってたんだけど、それもないでしょ、そのツイッター。ないですね、はい。なんなの、そのツイッター、そのハーフな〇〇って。なんか僕がな、高校時代にやってたなんか一日のつぶやきみたいな。あ、そんなんやってたの。なんかその、今日はなんか怒られましたみたいな、その監督に怒られて、うん、もうちょっと反省しなきゃいけないみたいなえ、それも消しちゃったんだ。それはちょっとまあ、それちょっと面白おかしく、ちょっとみんなが笑えるようにできる、うん、なんか日記みたいなのを書いてたんですよ。うんうん、それも消しちゃったんですけど。なんで、もったいない。そう、当時のそういうの大事なのに。はい、ちょっと消しちゃったんですけどねもう一回始めよう、もう一回始めよう、それで、友達は俺だけだって言ったし、後期友達少ないんですよね、めっちゃ認めるんかい。めっちゃ少ない、だから少ないっていうか、その濃い中、それと違うなって。え、なんて、それと違うなって、後期。あ、無視でいいっすよ、ほんとこの人なんで、違うのあんのかよ。いや、違くないですね、ほんと違くないです。あ、そう、あ、そう、はい、あ、で、なんで友達なんで少ないの。だから、狭く深くキャラなんですよねそんなキャラだよ、どんな、なるほど。もう、あんまり、そのすぐには心開けないんだ。じゃあ、全然開くんですけど、うん、全然誰とでも仲良くなれるんですけど、うん、ただ、二人で遊ぶってなっちゃうと、毎回その、小川くんとかっていう風になっちゃうだけですね。あー、なるほど、なるほど。え、セレッソ仲いい人とかいないでしょ。セレッソ仲いい人だと、高木俊之先輩とか、おう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 、とか、まあ、瀬古歩夢とかですね。うんうん、あ、なるほど。あ、じゃあ別に全然、そんなあれじゃん。そうっすね、別に。何言ってる、うん、何言ってる話っすね。だからもう、後期が友達が少ないんだよな。勘違いすんなって言っててください、本当に。もう今、絶対聞いてるから大丈夫。はい、多分、後期は友達少ないと思うわ、意外と。少ない、上辺だけなんで、本当に。いいね、いいね、上辺だけか、あいつは。で、あとはね、週の女性のタイプは、優しくて、シュウ君と可愛がってくれる年上の女性を好むと。なんだ、そうなん。まあ、そうっすね。あ、まあ、その、やっぱり可愛がってもらいたいんだ、年上の女性から。そうっすね、年上好きなんですよね。なんで、なんかその、やっぱり甘えたなんだ、どっちかって言ったら。そうっすね、完全にそっち系っすね。完全にそっちなの。はい。けどさ、その身長もでかいし、体重もそこそこあるから、やっぱどっちかって言ったらさ、女の子はさ、はい、やっぱ守ってくれるとか、そういう、はい、強そうみたいなのが大前提に来るんじゃないの、週の時。はい、だからいつもそう、なんかそれだと思って来て来られて、まあ、いつも期待外れって言われるんですね私の求めてたのはこんなんじゃないと。はい、そんなのいらないって言ってます。あ、甘えてくんなよとね。はい。なるほど。え、年上だったらじゃあ何歳ぐらいのがまでがあるあれとかあんの？いや、そんなに。まあ全然そんな、お母さんに超えたなっていけるっすけど。うわ、お、結構広いね。あ、でもそれ、まあ35以下っすね。あー、なるほど。まあそんぐらいまでが自分の中で年上っていう感覚で、はい、可愛がってもらえるっていう感じね。そうっすね、はい。あー、え、すごいね、結構ぶっちゃけてくれるね。え、けどさ、そうなってくると、はい、大体じゃあ期待外れじゃん、多分。そうなんですよね、なんかだから僕もずっと彼女いないんで。で、俺絶対ハマんないと思う、その身長の大きさと、その雰囲気で、はい、甘えたって、ちょっと、そうなんですよね。と、うん、きついんじゃない？そうね。前髪が多そうかな。そう、けどしょうがないよね。だってもう、そういうのだもんね、自分は。
はい、そうですね。だからもしかしたらアスリートがいいかもよ、バレーボール選手とか。そうなんですか。うん、あとは海外の女性とか良さそうじゃない。あ、海外の女性とかいいっすね。それはですね、やっぱだから強い人がいいってことでしょ、要は。なんか強い、まあまあまあ、はい、まあ、あと優しい人がいいっすね、本当に。俺怒られるの嫌いなんで。いや、みんな嫌いだけどさ、みんな嫌いだけど、そのまあまあしっかりしてれば怒られないから。はい、しっかりしてないですよ、うん、本当に。じゃあ怒られるわ。はい、だからそれでもいいよって言ってくれる人がいいですね。もう究極の甘えただな。もうお前それひも体質だから気をつけろよ。そうなんです、よく言われるです。いいね。であとはね、なんか実はフォワードが得意とか。フォワード大好きですね。あ、大好きなんだ。はい、もうなんならフォワードの方がいいぐらいなんだ。まあ、あの、まあ、まあ、フォワードの方がいいかもしれないです。え、その、例えばじゃあセレッソ大阪でもしフォワードで出たら点取る自信とかあるの？いや、それは…え、なに、それは？それ聞こえる、それは何？それ全然、あの、あります。いや、まじ殺されるわ、殺されるいや、ない、もうトクラじゃなくて俺を出せってことね。いや、そんなに違う、そんな言っても殺されちゃう。明日練習行けなかったわ。なるほどね、そうか。けど、あれだよね、それこそ出て最後さ、ヘディングとかシュートで点取れるキーパーって面白いから、あり、なんかありっちゃありだけどな。いや、本当は全くないです、本当は。アンジシンとか全然ないです。あとはね、カラオケ関連で言うと、福山雅治の家族になろうよ。これがお箱だと。お箱ですね、はい。これは絶対歌うんだ。これ、いや、なんか、まあなんか、最近はでももう歌わないですけど、うんうん。まあなんかそのノリでやれって言われたらやる感じですね。やるじゃん、でもそのもうガチ歌い、それとも替え歌にすんの？いやいや、なんかそのなんか2000人ってあの歌うみたいなだけですね。おー、なるほどなるほど。ちょっと歌ってよ。ここで？あの、昨日ね、トーキもそれこそね、あいつ自分で作詞作曲してる曲があるらしくて。いや、マジでその歌歌ってました。昨日なんの？え、あります、もちろん。全部自分でやるのよ。毎回する歌うんですよ、なんか。え、どんなフレーズ、どんなフレーズがあんの？あ、どうやったら君を愛するかみたいな感じで、なんかガチな恋愛ソングみたいな感じで、なんか一人で考えて歌ってるんですよ、ガチな恋愛ソング。え、小川光輝の作詞作曲じゃない。え、どうやったら、どうやったらこの気持ちが伝わるんだろうみたいな感じっすね。あ、なんか来てる、これ丸岡充から目をつぶって聞いたら福山雅治だけど、目を開けたら通天閣だったからびっくりした。面白くないな。いいね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 。いやいや、ちょっと小川光輝ダサいな。小川光輝のその歌わなかったですか。いや、歌わなかった。あの、もう、まあ、もうそれはそれはみたいになって歌わなかったけど、本当に多分全員弾いちゃうレベルなんで、本当にガチなガチな恋愛ソングなんで。やばいよね、ガチな恋愛ソングって。はい、それを一人考えてるって考えただけで気持ち悪いですね。何？え、あいつは自分の経験から歌ってるの？それとも理想のその恋愛ソング？なんかその考えてる自分がかっこいいと思ってるんです。なるほど、その恋愛ソングを考えてる自分がかっこいいと思ってる。これどうって言ってガチで聞かせてくるパターンなんで。おい、なんて言うの？これどうってガチで聞いて。これめっちゃ、これめっちゃいいでしょみたいな。いや、本当にキモいっていうふうに毎回なんですけど。それで毎回歌ってくるんで。そうだね、メンタル強いな、あいつじゃ。メンタルはマジ強いっす。ああ、どっかでじゃ、どっかで歌わせたいし、それこそ、シュウが、インスタかなんかでさらせ、その歌詞を。全然さ、いつもなんか2人でインスタライブ2回ぐらいしたんですけど、おうおう、なんか身内のネタになりすぎて、なんか全然面白くないみたいな反響がになっちゃって、もうできなくなっちゃって。
大丈夫、そんな気にすんね。わーわー、聞きたかった、昨日。くそー、その歌マジ、かたくなに拒否されたからさ、マジで拒否される、多分すると思うんですね。そのレベルの歌なのね。はい、なるほど。いいね。そしてもう一個、なんかロボットダンスが得意って、何誰それ、なんか言ってるよ、ロボットダンス。それ誰だ。え、後期が。あ、ロボットダンスも得意です、確かに。どういうこと、ロボットダンスあれでしょ、このこれでしょ。得意ってか、まあ、誰でもできるレベルです。なんかちょっとやってみて、やってみてよ。やってみて。やってみて。ちょっとやってみて、そこで。やってみてって、これむずいな。ちょっとやってみて。地獄だな、これ。いや、けど、偉い。その、やるところが、マジで偉い。後期はだって、そのフレーズ1個も出せなかったしな。はい、ほんと。そういう意味では、収納が強いメンタルです。そうっすね。ちゃんとやるところは。けど、そういうさ、ロボットダンスとか福山雅治の歌とかって、結局チームでいろんなファン感とかあったりさ、チームを、はい、あの農会とか盛り上げるときで絶対役立つからいいよね。そうっすね。武器で、超武器だし、それこそ先輩にそういうのあったら絶対ね、重宝されるから。そうっすね、やれって言われてる、はい、絶対。それこそさ、トクラなんかそういうの大好きよ。あ、本当っすか。うん、トクラの前でやってみ、ガクさんに、ガクさんにやれって言われたんでやりますって、全力でやってみ。わかりました、今度やります。絶対好かれるから。はい。いや、けどすごいな、結構ね、タレコミは面白いんだよな。安藤瑞希とかも。なんて言ってました。いや、まあまあ、言えるやつと言えないやつがもちろんありますけどっていう前提で、はいはいはい、まあ、軽いやつでもう来たけど、車で、俺の瑞希がね、俺の車で、移動するときとか絶対寝るのに、最終的になんでか知んないけど、寝てないって、ごね出すとか言って。なんなん、その、ごね方。いや、なんか寝てたらなんか乗せないよみたいになってたんですけど、なんかちょっとこうやって外見て、こうやってこれ寝てるんですけど、最終的にパッとついたときには、こういう感じで、携帯ずっとこうやっていじってるんですけど、これ携帯見ながら。違う、だって、水木後輩だろ、だって。はい。いや、そうだよ、後輩だったら、その寝てたら、なんだ、寝てたら乗せないぞって言われてる。いや、俺寮だったんで。そういうことか。はい、寮の先着順みたいなのがあるんですよ、車に乗る先着順みたいな。昔は、前ですけど、めっちゃ前ですけど。で、その寮で、まあ、熾烈な争いがあるんですよ、その席に座るって。絶対に負けられない戦いがそこには。はいはい、そこでどうしても俺は座に座りたいから。で、寝てないって強がっちゃうんだ。で、できんって言われて。バカだね、本当に。何回かできんくらいました。何回かできんくらった。はい。だから水木の方が強気だったんだ、そこは。そうっすね。あいつ、けど水木もちょっとおかしいぐらい強気だもんな、あいつ。あ、そうっすね。うん、なあ、なんか俺にも普通に追うとか言ってくるし、今日のインスタライブ楽しみにしてるぞ、学王とか言ってくるし。あいつ結構やばいやつだよね。あいつやばいっすね。なあ、で、あと水木からで、普通に止めれるボールもファインプレーにするのが得意技って。それもう営業妨害。営業妨害。そうだ、なんかちょっとやっぱりちょっとパフォーマンス的に大げさにやっちゃう時とかあるのよ。ゲサセーブで、よくダゾーンベストセーブ1位になってるっすからね。あ、じゃあもう今後、シューのそういうセーブ見るときは、いやいや、そういうことになると、そういう目で見ちゃうんで、あんま言いたくないっていうか。だってそうなんでしょ、実際。いや、実際は、難しいボールなんですよ。じゃあ、難しいボールもそうだけど、簡単なボールもそれやるときもあります。あるんかい。あ、いい意味で、いい意味で見せるキーパーっすね、やっぱり。そう、それは俺ね、ずっとキーパー、これキーパー論で、ほんといろんなキーパーと真面目な話してきたけど、俺ね、それはね、実は俺ずっと言いたかったけど言えなかったことなの。はい。
けど今日こうやってバカなキーパー出てきてくれたからマジで言えるわ、やっと俺の思いあのそういうマジで派手なというか、なんかちゃんそういう見せれるキーパーって俺すごい大事だなと思ってて、はい、けどやることはあれよ、やるあの、はいはい、もちろんもちろん止めれることはちゃんと止めれるし、はい、抜群にそういう能力もある上で全てのなんかプレーを派手に見せるっていうのは俺すごいキーパーで必要な要素だし、そういうことやるキーパーってやっぱさ、あの小学校とか中学校のちょける世代だったらいるけど、はいはいはい、もうプロになったらそんなことやっぱみんなしなくなるじゃん。そうですね、ある程度まあもちろんあのすごいシュート飛んでくるからそんなことしてるあれもないっていうのもある、はいはい、けどそれねマジでやってほしいそれで攻めて、それで一流、もう超一流になってお願いだから。それでちょっと一回目指しますわ、トップ。いや、マジでそれで超一流になってほしい。はい。いや、やっと言えた俺、この思い。ずっとキーパーは、本当にみんな真面目だから、はい。やっぱ、本当にちゃんとしたキーパー論だし、まあ、もちろん俺も これからのね、キーパーがその世界に出ていくためとか、日本のキーパーの価値を上げるためにはどうしたらいいのっていう話を振ったから、はいはい、もちろん真面目に話してくれたんだけど、はい、心のどっかで、あ、いやこれ俺言いたいのになと思って我慢したから、今日マジでアホなキーパー出てきた、最高アホなキーパーって言われたの強い、もう本当に日本背負ってたで、マジで背負いますわ。おお、いやそれで派手なセービングしたら、はい、やっぱ憧れるもん、そのやっぱりさフォワードとかさ、ね、やっぱ憧れるキーパーにいたいですね、それは本当に思います。フォワードとか中盤ってやっぱファンタジスタとか派手なプレーする人ってすごいやっぱり注目されるし、そうですね、やっぱ注目されるし、みんな真似するじゃん。はい、それをねやっぱキーパーでも真似されるキーパー出てきたら、要はなんかさ、なんかその飛んでこけるのが痛いとかってやっぱ言う子もシンプルにいるわけじゃん。はい、それがやっぱそういうバーンって派手に飛んでバーンって止めてなんか豪快に転がってうわーみたいなのとか出てきたら、みんな真似しだしたらいいルーティーンな、いい感じになるとなる可能性もあるよね。はい、そうですね。ダメになる可能性もあるけど、紙一重ですね。紙一重だから、そこはもうシューがマジでそういうプレーするけど、もうめちゃくちゃ止めるみたいな、もう周りに何も言われないみたいな。来たな。目標来たな。来たっすね。もう今日見つけました。マジでオンリーワンになれるわ、それやったら。そうっす。いや、絶対、うわー、うわ、こんなキーパーがおったんか、セレッソに。すげえキーパーおるぞ、ここに。ある意味。ある意味、俺はなんか、ものすごい今、応援したくなったし、ダゾンのちょっと、スーパーセーブ集一回確認しとくわ言いたいことが分かると思いますいや、まあそうだろうな、今日こんな感じだったし、あれだったので、そのさ、もう一個その松田陸が言ってた、はい、おしゃれっていうのは何なの。俺その身長195センチもあったらさ、それこそさビッグ M1 かさ、はいはい、4L でしか買い物できねえんじゃねえかって思ってたんだけどさ。いや、まあ確かに着るものはあんまり売ってないっすね。そうだよね。はい。どうすんのそれ。どこ、じゃどこでおしゃれですの。いや、まあ、その、おしゃれなのかな。まあ、なんか着たい服を着るっていう、そのなんか、なんていうな、あんま癖が強い服とか、なんか何でも、そのなんか恥ずかしくなく着れるっていうのが強みやなんですね。ああ、いや、けど、そのスタイル的に言ったらもう、ま、間違いなくモデルみたいなスタイルしてるから、はいはい、それこそまあまあ海外のブランドとかってまあ値段が高かったりするけど、はいはい、なんかそういうのを軽々と着こなせそうなイメージはあるから、それこそさパリコレとかああいうの見てたらさ、もうすごい格好して出てくるじゃん。はいはいはい、だそっち系で攻めて注目されるっていうのも一ついいよね。はい、そうですね。あ、けどこう松田陸古着着こなしてますよって。あ、そうですね、古着は最近ちょっとハマってて。けど古着って結構オーバーサイズあるもん、ね、はい、古着は確かに大きいものがあって、うんうんうん、まあ、古着とまあ普通の現品も現物を
いろいろまあ一緒に来たらまあおしゃれになるかなみたいな感じです。え、それどこで買うの？古着ってもうアメ村のイメージだけど俺は。古着アメ村とか堀江にはいっぱいあります、ね。うんうん、あ堀江か、ちょ堀江ちょっとおしゃれだもんな。はい、そうですね。ああ、アメ村だとちょっとヒップホップ系の人がね多いもんね。そうですね、はい。まあお店によりますけど。ああ、なるほど。あ、じゃあおしゃれだわ。いや古着着る人おしゃれです。それこそ神戸の田中純也とかもそうだし。はいはい。まあ初瀬亮なんかもそうだけど。初瀬亮がおしゃれです、ね。やっぱおしゃれなやつ多いんだよ。それがその身長あったらめちゃくちゃ目立つそうだけどな。ちょっとその着たい服着て奇抜な感じの服着て歩いてたら。はいはい。え、いやいや、リクお前堀江知っとるわいな。ほか。ね、お前何笑ってんねんお前。堀江知らんわけないやろ。だけどおしゃれさんは堀江知ってるわよ。だからそれはフィデスでも買いますね。はい、あ、フィデスも買う。はい、フィデスもおしゃれだから。おしゃれというかね、俺ねフィデスはねマジで今まで興味なかった服を、フィデス、それこそ小林照さん先輩だから、はい、いやお前は絶対これ似合うから着てみって言われて着たら、あれ意外と似合うんだっていうところから、もう俺はフィデスのことも超認め出した。あ、こんな、はい、上から言うとあれだけど、はいはい、だからフィデスのことすんげえ好きで、もう今俺マジフィデスしかない家に。はい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 じゃないよ。いや、よくインスタグラムフィデスの人に載せてるなって、帽子とか。もう俺はもうここで言ってきますよ。もうフィデスの犬ですから俺は。もうフィデスフィデス着てる人めっちゃ多いですね。多いね。けどやっぱりね、ヒロ君とかナオ君とか、そうそうそう、はい、気楽に着れる感じ、スポーティーな感じ、はい、分かる、うん、あるんだよね。だからいい、だけどおしゃれっていうの大事だし、それこそやっぱりさっき言ったけど派手さ、キーパーでも派手で、服装もある程度派手って絶対必要だと思うし、それこそそんなでかかったら堀江とか歩いてたらめっちゃ目立つんじゃないの。まあ、認知度が低いんで、まあ、今のところまだバレたことはないですね。あ、一応けど、バレたいと思って歩いてる感もある。あ、全然ね、なんならサングラスかけて、なんなら目立つそうな格好してるんですけどね。今何ない。やり口ね、俺と一緒だわ。俺もマジで。なんなら来いよっていうぐらいの感じなんですけど。俺なんかはね、マジでその坊主で、その、キャップかぶってマスクとかして、こういうコロナの影響の前もね、はい、一応ラジオとかやらせてもらってるからちょっと喉大事だから、はいはい、マスクしてフィデスのキャップかぶって歩いてると、やっぱね店とか入るとみんなね、あれちょっと芸能人の人来たっぽいみたいになるの、やっぱり。はいはいはい、で、俺としてはやっぱそういう見られ方するの嫌いじゃないから、気持ちいいですよね。なんかいやーちょっと目立ってんなと思いながら、すかしながら椅子に座って、で最終的にマスク外して帽子取ったら、え誰みたいな感じになるから、結構ね辛い思いしてるよ。それはそれで、僕それこそ僕ユニバーで、うん、小川くんと結構ピンクと青と緑の服着3人で行ったんですよ。もう一人、まあ一般の方で、で、で一般の方がめっちゃ小川君、あ、小川さんだみたいな、写真撮ってくださいって言って、うん、で、ちょっと写真撮ってもらってもいいですかって言って、カメラ係やってたんですよ。つらすぎ、お前の、そんなもん、お前、2人撮ると見せかけて自撮りしたったらいいの、そんな感じ。はい、だからもう、俺いらないのって言ったんですけど、いらないって言われました。けど、偉い、俺いらないのって一応言うんだ。はい。大事よ。本当にキリンのねサッカー教室で MC とかさせてもらってるから、はい、やっぱものすごいゲストがやっぱり毎回来るわけよ。はいはい、そうするとね、大体やっぱりゲストの皆さん写真撮るから、俺もその写真撮ってくださいって言われるときって写真撮ったこともあるけど、やっぱりね、その後絶対それ言った方がいい。え、あれ、え、俺の写真いらないんですか、絶対言った方がいい。それはね、キャラ立ちできるから、それで。あ、やっぱそこでさ、Jリーガーとか有名な人とやっぱり、まあ、なんかそういうこと言えずにパッ、まあ、あ、全然いいっすよみたいな感じでさ、返しちゃうじゃん、すかして。はいはい、そこはマジでファン感要員だった俺としてはグイグイ行った方がいい。はい、いや、いいよ。けど
こっから活躍してったらもうマジで後期と一緒ぐらいの、それこそそういうとこ行ったら毎回声かけられる可能性出てくるからね。そうですね。おお、いやこれはちょっと楽しみ、俺今日マジで楽しみな逸材見っけたな、ほんとここは。あれフリーズした？フリーズしてんだ、戻ってこい戻ってこい。これどっちがフリーズしてんの、俺？おや、おや、戻ってこない可能性あんな。あ、退出したね、一回ね。すごい判断、あいつ。すごいな、自分で判断。よし。こう戻ってくんのかな、これ。あれ？ちょ、リクエスト送ってよ、リクエスト。どこ行った？あ、いなくなっちゃったね。だけどあいつは戻ってくるな。あー、来た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 。大丈夫かな。どうした電波。茂木くんよく退出するんだ。どういうこと？茂木くんよく退出するって。あれ？全然戻る。もうそうだ。ほんとカムバックだよ。カムバック。もうタイタニック状態よ、こんなもん。カムバック。カムバック、モギ。これでモギヒロと出てきてほしいんだけどな、俺は。ね。これでモギヒロと出てきたらだいぶ面白いけどな。で、まあ、こんな、このネタ、ヴィッセル神戸のファンしかわからんわ。これは、戻ってくる？だいたいいつも戻ってくんの？一応参加待ちしてんだけどね。電波側、あ、コメント打っとるやないか。参加できません。え、どうする？もう参加できない？やめとく？電波弱いんだ、茂木くんいつも。一応いるよね。一応いるからもう一回リクエスト送ってみるけど。ああそうね、いつも電波悪いんだ。あ、やりますって、まあ、もう時間ないんだけどね。参加待ちしてる。いけんのかな。ちょっと今日だから模擬が来るまでこれあれしとこうか。ほらこれね、フィデスの T シャツですよ。可愛くないこれ。今度あれだね、俺をモチーフにこれ作ってもらってもいいよね。これ、ここが俺も俺の顔にしてもらって、こうやってちょっと、フィデスやってくんないかな？フィデス×ガクト。あとね、まあ5分ぐらいだね。無理なのかな？そう、今日キヨも来てたね。キヨも、あとナス大輔も来てたね。フィデス来やすいのよ、本当に。ガクトマウスでは繋がないよ。もう、なんだろうね。ガクマウス、ガクマウス、ガクガクマウスって言うと思う。いやいやいや、おい、それを売れない。誰が買うねん。いいね、いいね、いいね、いいね。よし、行こう。行けます。行くよ。茂木くんも来ますよ。ごめんね、皆さん。あ、来た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 。どうしたお前。おい、電波が、Wi-Fi を。なんだよ。Wi-Fi 良くないよ、あんまり。はい、ちょっと直しましたか、今。もうおかげで全然時間なくなっちゃったじゃねえかよ、お前。すいません、マジで。え、それこそさ、しっかり街歩いててもそうやって目立つから、もうね、うわ、シューだ、シューだって言ってもらえる日がね、早く来ることを期待するために、ゴールキーパーはもうド派手にセービングしてな。はい、頑張ります。怒られてもマジでめげるなよ、それ。お前、そういうのやめろとか言われても頑張れ。いや、もう全然ブレないといけます。絶
めてやったらいいんだから、マジで。そうっすね。わあ、けどこれでみんな見る楽しみ増えたし、それこそ多分これ終わった後にダゾンのそのスーパーセーブ集見てさ、多分あ、これのことかってなるんだろうな。まあ4回ぐらい1位になってるんですけど、多分3回ぐらい下差なんで。え、4分の3やってんの？はい。お前だいぶやってんな、お前それ。ダゾンさんいつもありがたいですね、本当に。いいね、ダゾンへのよいしょも忘れないあたり、いいね。はい。けどまあまあ、そういうのやってたらダゾンも追ってくれるもんね、多分。そうっすね、はい。いや、いいと思う、素敵だわ。よし、じゃあ途中切れちゃったんだけど、もう最後の方になってきたけど、はい、今後の目標とか成し遂げたい夢とかあったらちょっと聞かせてほしいなと思うんだけど。まあ、夢はまあそれ、日本でやっぱ一番いいキーパーになって、まあ、うんうん、ワールドカップに出ることが一番ですかね。うん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 。もうキンキンの目標とかあるの？今自分が掲げてる目標みたいな。まあ、まだ諦めてないのはやっぱりオリンピック世代なんで、一応。そうか。うん、そうだな。うん、そこはまあ一番やっぱりオリンピック。うん、にまだ諦めずにトライするのが一番、うん、今は一番近い目標ですね。そうだね、オリンピックのそれこそ正ゴールキーパーになったらやっぱりそのまま続いていくし、はい、オリンピックの正ゴールキーパーになったら絶対そのユニバーとかでガンガン声かけられるようになるわ。はい、そう、もうそれがだってさ、それが一番の週のあれだもんね、なんだろう、目標だもんね、そのユニバーで。ユニバーで声かけられるのが、まあ、それが一番の目標ですね、今のところ。そうだよね、それ、ある意味それが一番の夢だよね、はい、日本中どこ行っても、うわ、はい、シューだ、シューだって言われる、ね。何も演奏せずに、なんて言うんだ、かっこつけずにもう、あ、もう、パッと見て、模擬だって言われるぐらいに、ね、やっぱりなりたいですね。お前、絶対成功してくれ、マジで。頼む。頑張ります。いや、よかった、ありがとう、今日は、楽しい時間を。過ごさせてもらったし、ファン、ちょっとファンになっちゃったわ。あのタメダっていうやべえやつも、ジェフのね、タメダっていうやべえやつも、はい、インスタライブで先輩のことディスりまくってかなり面白かったんだけど、ファンになったけど、模擬集もファンになったわ、ありがとう。ありがとうございます。で、本当にこれ最後になるんだけど、こういうコロナの影響でね、ずっと大変なみんな思いしてて、見てくれてるみんなもね、すごいいろいろ我慢したりして、はい、そういうステイホームで過ごしてるけど、そういう皆さんに向かってちょっとメッセージをお願いします。まあ、緊急事態宣言がもう終わったのかな、うん、まあ、ちょっとこれからまあ外出がまあ、うん、もうあんまり規制されなくなりますけど、うん、まあ、一番やっぱりそのコロナにもう一回第2波が来ないように、うんうん、もう一回ここで気を引き締めて、まあ、J リーグの再開ももうそろそろ発表されると思うので、うん、まあ、そこを楽しみにしながら僕たちもそこの開幕に向かって、頑張るので、皆さんも一緒に頑張りましょう。よし、ありがとう。そしてもう一つ最後に、友達を紹介していただきたいんですけども、はい、お願いします。明日は橋岡選手に。浦和レッズね。はい、オッケー、明日浦和レッズ橋岡、ありがとう、声かけてくれて。はい、ありがとうございます。助かります。よし、じゃあ締め方知ってる？この番組の、はい、知ってます。お、知ってんの？はい。お、オッケー、じゃあ締めたいと思います。今日のゲストはセレッソ大阪ゴールキーパー模擬集くんでした、ありがとうございました。はい、そして明日友達はレッズの橋岡選手、はい、出てくれます、よろしくお願いします。よし、締めましょう。それでは皆さん、明日も見てくれるかな？ガクトもありがとう。頑張れよ。ありがとうございます。あ、スーパーゴールキーパー、ありがとうございます。お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこちガクトも。お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこちガクトも。ディディッディッディッディディッドーン。